2012年のロードレース世界選手権2012年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第64回大会となる。本シーズンは 125cc クラスに代わる元3クラスの開催初年度となった。最高峰のモートジッピークラスはケイシー・ストーナーとホンダがディフェンディングチャンピオンとしてシーズンが始まった。元2クラスのチャンピオン。 ステファン・ブラドルは、LCR ホンダからモートジッピーにステップアップ、同じく 125cc クラスチャンピオンの、ニコラス・テロルは、チームアスパーから元2にステップアップした。モートジッピークラスのエンジンは、排気量は最大 1000cc に引き上げられ、シリンダーの最大径は 81mm で、気筒数は4気筒以下と規定された。この変更により5気筒以上のエンジンを搭載した。 マシンによる参戦は禁止された。また、2ストローク 125cc に代わって4ストローク 250cc 短期等エンジンを搭載する元3クラスが開催されることとなった。2012年シーズンは低予算の独立チームによる参加を考慮したクレーミングルールチームが導入される。CRT はライダー1人当たり12台のエンジン。 より多くの燃料と制限が緩和されるが、ファクトリーチームがエンジンの買い取りまたはクレーミングをつけた場合、1万5千ドルもしくは2万ドルでトランスミッション込みの状態で販売しなければならない。初年度は16の新チームによる CRT 規定での参加申し込みがあった。2011年6月にフィムは元にクラスに参戦する新たな6チームを発表した。 インターウェッテンパドック、フォワードレーシング、マーク VDS、キーファーレーシング、スピードマスター、BQR ブルセンスエントリーは承認された。その後にチームが追加された。ポールバードモータースポーツ、イオダレーシングマイナスしかしながら、インターウェッテンパドック、マーク VDS、キーファーレーシングは2012年1月に、フィムが発表した改定リリースからは、外れていた。 2011年9月14日、全18戦からなる開催カレンダーがフィームより発表された。3ヶ月後に発表された修正日程では、カタール GP が1週間前倒しとなった。上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。モート GP クラス、ありがとうございます。